せーの、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、のったんです。ということで今回も人狼殺をやっていきたいと思います。はい、5番です、よろしくお願いします。6番さんどうぞ。さあ、ということでやっていこうと思います。魔女曲です。何が出るかな。もうでもなんかね、前回ぐらいから人狼の呪縛はなんか解放された感があるんで、まもなくゲームスタートです。身分を確認してください。スムラ、さあ初日どうなるかな。初日一発目でいきなり噛まれそうな気がするぞ。夜が来ました。噛まれて目を閉じてください。女性温存盤面になってずっと天の声になりそうな気がする。だけど実は前にブルマに言われたことがあるんだ。もしかしたらオラが地球に悪いやつら呼び寄せてんじゃねえかって。まあ確かに言われてみりゃそれもそうかなって思っちまって、だからオラのこと生き返らせてくんなくていいや。ご飯父には悪いって言っといてくれ。はい、行きましょう。朝が来ました。ちょっと喉の調子が実は悪いんですよね。昨夜は誰も死にませんでした。5番発言してください。オスホラゴクちゅうことで、今回は誰も死ななかったっちゅうこったな。まあでも基本的にはこれは蘇生薬が使われたっていうことで見ていいと思うんで、みんなそんな感じでよろしくお願いします。で一応蘇生薬がもう使われてる状態だっちゅうことは、2週目以降ぐらいだったりとかはもう魔女出てもいいんじゃねえかなとオラは思ってる。そうだな。であとはこいつ怪しいなって思ったら怪しくねえやつも一人挙げてくれたりとかするとライン考察の足しになるかなって感じだ。ちゅうことで6番よろしく。6番発言してください。はい、お願いします。蘇生場面ですね。いや5番、お前その声ずるいだろちょっと待って待って、これで5を狼って見れるやついるかってとこなんだよ。まあ、とりあえず1周目しようないよ。まあ2周目いろいろ考察は落としたいんだけど、5番お前2周目もその感じでいくわけ？この5のこの発言に色落ちさせろって言われたら白だよ。悟空の声で喋って黒打てないよ俺。好き世代だもん、ドラゴンボール世代だもん。ちょっと待って、5番それでずっと続けるならそれはそれで汚くねえか。それで俺狼だったら俺許さねえよ。7番のプレイヤーは好きだな。6番発言してください。はい、蘇生盤面ということで、5番が6番が5番に対して白を消え、まあ、雑に白塗り、雑に白塗りだったね。で5番さんがすごいと思います。画面に向かって一人ですごいと思います。まあ特にね、こう悪かったな、しないし、まあ一瞬回って盤面固まってからねって思いますよ。5番さん2周目もその回でやるのかな。やるぞ一人なのにね、すごいね。はい、それでは1番さんどうぞ。1番現実に戻された。発言してください。ごめん、今7番さんのツッコミにちょっとずっと笑ってました。そうだよね、画面に向かって一人でやってるんだ、ちょっとやってるんだからすごいあ、面白いですよ5番さん。面白いけど、そうだな、そうだな、これどうする。魔女じゃなかった、占い師さんも出てないからな、なんとも言えないんだけど、5番さんが面白かったけど7番さんはそれ以上に面白いなっていう感じ。6番さんも白浮きか、2周目もそれで白浮きするんだったら6番さん怪しいよねっていう感じだよね。その、まあ結局盤面揃わないと何も言えないから、はい、また2周目話します。じゃあ2番さんどうぞ。いや、その流れはやだな、その流れは断ち切るよ俺。言っちゃ悪いけどまあさね、5番さんね、本当ドラゴンボール悟空の声ねうまいよねってところかな。だからといって6番さんが5番さんを黒く見ない理由っていうのがわからない、それがわからないかなって思ったかな。なぜ白置きするって話になってくるし、まあ6のその視点っていうのは俺精査は間違っていると思う。そこを突っ込んだのは1だけかなってところかな。現状7番さんもすぐ直近の話だったんだから、6番さんのその露光をさ、それだけでさ白く見るって言った理由っていうのはさ、突っ込んでよかったんじゃないかなって思うけどね。ってところかな今の話してるところ。とりあえずね、まだ占い師出てきてないってところで、まあ蘇生盤面なんでね、2周目出てきてもいいと思う。3番発言してください。はい、村人陣営 CEO なしということで、あ、そうですね、
占い師できないから。どう平和それとも4番で出てくるのかなって感じやけど。そうね。いや、確かに、7人蘇生盤面やから、まあ、占い師潜伏全然おる可能性はあるんやけど、うん、2番は、2周目でできてもいいと思うみたいな。3、4でまずは出るって思わなかったんかなっていうのが直近のその2番のに対しての思ったこと。で、5番奥やろ。で、6番がそこに対して、まあ、言うてたと。まあ、とりあえず5、6、色落ちないけど、まあ、面白かったって感じかな。はい。で、7、1話は、特に覚えてないな、あんまり。悟空の印象が強すぎてってかところかな。今、直近の2番で気になったのはそんな感じ。はい、回します。4番、発言してください。発言してください。4番の、ゆうちゃんです。占い師です。5番さん、白です。なんだろう。7番さんがなんかすごい汚い声出してた印象がありますね。で、3番さんはわざわざ延長するほどの話すことあったんでしょうかって話ですね。5番のちょっとね、5番のあれが見えちゃったんだよな、ちょっと。あれが、役が見えてる気がするんだけど、誰も触れないんだよって話。で、なんだろうな。一番最後に言うことじゃないんだけど、しっかりとみんな60秒喋ってほしいかな。延長してまで喋る必要ないから、役に関しては、あぐらかからんって話なんでね。まあ、7人は、魔女のところ来たのが、ほぼないから、あんまり他に話すことないんですが、頑張っていきたいと思います。うん。あとなんかあるかな。ごめん、2週目に話すわ。スイッチも今のところないから。5番、発言してください。もちろん、オラはこの声で話すぞ。っていうか、そうだな。おっと、3番が、占い師出てきて4黒って言うことだな。そうすると、じゃあ3番目線では4番が黒で、4番目線では3番が黒っていう感じになるのかな。で、そうだな。正直、あ、でもそうか。片方、占い師に出てんだったら、それはそれでありか。まあ、黒見つけてて潜伏してたっていうのは、なんかすげえよくわかるって感じもするしな。で、一応その前に、その後喋ってたやつのこと触れてくな。6番のやつな。ありがとう。そう、やっぱ、ほら、何件も地球守ってっから、そういうこと考えたら、その気持ちになるのはすげえわかる。で、まあ、でも、ほら、他のやつらの目もあるから、一応フラットに見てくれると、オラとしては嬉しいぞ。で、一応7番のやつな。それだけは触れちゃダメだ。オラも、ちょっと、いろいろ考えちまう時がある。それは、うん。なんかほら何やってんだろうなって思う時はあるけど、そういうことじゃねえ。そういうことではない。で、そうだな、1番のやつはあんま何も喋ってなかったから、これっていう印象は特にね。で、そうだな、一応気になってんのは2番だな。2番のやつは一応さっきのその6番のやつが、オラに対してその声で怪しむのは難しいっていう、ちょっと明らかにネタっぽい感じのこと言ってたのに、それに結構本気で突っ込んでく感じがあったじゃねえか。なんかそこがオラとしてはちょっと若干、なんて言うんだろうな、なるべくこう黒塗りをしていきたいのかなっていう感じがややしたから、そういう意味では2番が一番オラの中では黒い。ただでも、別にめちゃくちゃ黒いとかそういうわけじゃねえ。で、3番のやつは一応占い師で出てるからもう、なんかそういうことなのかなとは思うけど、なんかこう追加をして20秒ぐらいで喋るのやめたっていうのがちょっと俺はよくわかんなかった。という感じかな。まあ一応俺は今のところは2番が一番怪しいと思ってる。6番、発言してください。ちょっと待ってくれ。俺、この席変えてくれないか。俺、この5番の後に、また今度は考察落とせねえわ。一瞬目を、ちょっと待って待って。これ、ゲームとして成り立てるか。5、ちょっと待って待って。5番さん、2周目もそれか。結局、4が5に白を打った後に3が出てきて4黒でしょ。で、5番は2が怪しいと。2の怪しさが私が5に雑に殴ってたからってことか。ちょっと無理だわ俺。ちょっとこの席変わってほしいわ。そう、2番俺の席変わってくれ。でもちょっと6黒いんだよな。落とせねえわ。適当にどっか怪しいとこに入れるわ。スリーチ言わねえ。スリーチ言わない方がいいだろこの番目。ただ5には入れねえ。7番発言してください。発言してください。まずグレーで怪しかったのは2番さんかな。うん、2番さん、マジレスしてたよね。うん、6番さん、ネタにしか私は聞こえませんでした。そこを黒塗りしていた2番さんはグレーでは黒かったかなって思いました。で、占いセンスなんだけど、占いだったら私は4番さんの方が新名高いかなって思います。4番さん、ここで、人狼だとしたら5番にしろってなかなか打てないかなって思いました。4号ラインの場合打てるけど、それ以外、新占い師が潜伏している場面でわざわざ4番さんが白くない、白を打つのは、一応リスクがある行動かなって思いました。で、3番さんが潜伏そこの場所でした理由もあんまりわかりませんでした。
後半だから潜伏しなくてよかったんじゃないかなって思ったから4番の黒も後付けに私は聞こえました。って感じかな。今のところ2、3なるほどなかなって思ってるけど、まあ3、4はまだ発言あるからその発言聞いて精査したいかなって思ってる。で、6番さんがここでツリーチ言わなかったのも若干黒くなったかなって思ってます。そうだね、なんで6番さんツリーチ言わなかったんだろう。6番さん目線全然わからないから、そこがちょっと6番さん村だったら頑張ってほしいかなって思いました。くらいかな。じゃあ1番さんに回したいと思います。何してる村さん。7番は白い、頑張りましょう。怖がるな、私はその後の味方だ。1番、あ、なんだっけ今ののプレイヤーは発言してください。7の後ろもやりにくいよ6番さん、これ結構さっきから占い師に関しては7番さんが言った通り、あの3番さんさ、4番さん黒であと4番さんしか発言ないから別に最初から黒って言ってもよかったんじゃないかなって、私も7番さんと同じだけど思うんだけど、なんかその潜伏した理由には何なんだろうなって思う。結構潜伏ってさ、締め、私の考えだとね、取りにくい気がするんだけど、俺もそう思う。潜伏して締め取れると思ったから潜伏したんだと思うんだけど、っていうそういう理由で私は4番さんの方が真かなって現状思えてるんだが、今日は占い師じゃなくて、グレーから行っていいんじゃないかなと思ってるんですけど、思ってるんですけど、7番さん2番さん6番さんはどこ入れるの。6番さん結局さ、釣り先ぼかしてるじゃん。5番さんも2番さんなんだよね。私6番さんかなって思うんだけど。6番も臭いよね。だって6番さんだけ結局さ釣り先言ってないじゃん。なんかそこ7番さんさ、占い師に関しては同じ意見なんだけど、2番さんそんなかな、この後時代だな。そんなかな。5番さんの2番さん黒い理由は分かったけど、その黒塗りしていきたいのかっていうのって言ってるのは分かる。そこは納得したんだけど、理由に関しては7番さんってその2番さんがマジレスしてたから、それだけそういう2番さんってそういうスタイルの人なんじゃないかなってちょっと思ったんだけど、違うのかな。だって2、3ローローって見てるんだったら2番さん3番さんに打てばいいだけじゃないかなと思う。私は6番さんいきます。2番、なるほど、のプレイヤーは2番、この後の発言してください。発言してください。いや、グレー行くなら7、間違いなく。まだ3、4どっちかで決めたいと思っている。全然わからない7番さんのその視点。俺が黒い理由、何、マジレスしてるからってところだけど、じゃあ1周目からしっかり精査していかないとない、ダメじゃないっていうところじゃん。一人一人の発言聞いて。それわかんないな。で、2、3で結びつけていたけど、2、3で結びつける根拠って何ですかって話。そもそもここにまで魔女が出てこないっていう理由がわからない。なぜっていう。あの蘇生地まで教えてほしいんだけどってところなんだよね。それだな。全然わけがわからないかなって思ってしまっているす。で、正直グレー行きたい気持ちはわからなくもない。1番さんの言う通り行きたい気持ちはわからなくもないけど、じゃあどこ占うのって話になってくるし、そこだよね。クロスっていうのができるわけじゃないからさ。そうなんだよ、正直わからない。で、現状4が神ってみんな言うけど、悟空みんなあの4が真って言うけど、じゃあ3がさ、もし真だとしてさ、この盤面で4に黒が出ていました。ただ4に黒出すっていうのは人狼ムーブであるから、だからそこで潜伏したっていう理由も考えられないのっていうふうには思ってしまってるけどね。そこまで考えてんのかなっていう。別に4番さんが5番さんに白を打つのは確かにリスクではあるけど、そこまで大きいリスクではない。まあ3、4の話この後聞くから3、4どっちかに入れる。3番、あーでもなんか結局これで4に入れたら2番は黒いな。発言してください。2が一番白いなと思った理由に関しては、魔女の発言だって、この盤面魔女出へん意味全くないから、そこを、5から1は何を思ってんのかなって、6番は別になんか自分が魔女やから、なんか意図があったんかもしれんけど、普通に5なら1に関してはいや普通聞くでしょところかな。はい。で、7、1に関して言うのは、潜伏した意味、この場面では3が4に黒打って、打った方がいいでしょって言ったけど、潜伏する意味の方があるんですよね。だって4番って、もしかしたら、ビビって相方囲うかもしれんし、で、黒出しするかもしれへんし、あとまた、白突してくるかもしれへんし、潜伏したら結局選択肢ってそれしかないんですよね。で、破綻の可能性が増える。これ、先に自分が4に黒って言うてもたら、4番は破綻の可能性がない。で、人に白打てる。だから、自分は潜伏した。なおかつ4番は出へんって場合にロスさせれるしってところかな。はい。
で4馬が出えへんくて、で自分が出て2位の露出もしくは普通に平和村で4クロを連れてる可能性があったから潜伏した。で5にしろ打つことに関してはノーリスク。4番は理由に関しては6が5を蘇生って言うてる。5番は蘇生1、蘇生1にしろ打つのは全くノーリスク。理由に関しては5が占い師だった場合は4速攻自爆したら、普通、蘇生1っていうのは白く見られるところ、うん、その蘇生1と占い師が被るってことは白く見られるところが一つ減るっていうところ、なので破綻したところでリスクが少ないってところかな。蘇生1以外に例えば4が7に白を打って7が占い師でしたって言われたら7の白で6の魔女で5蘇生1だから白く見られるみたいな感じで白く見られる位置が増えるんですよね。だから蘇生1に関して白く打つ、白を打つことはノーリスク対象。やっぱ3番黒いな。なんかプレイヤーは発言してください。この競技来たことないから全然蘇生1とかうんぬんかんぬん後半の説明が理解できなかった。ごめんね3番さん。え、なに5番さんっても自動的に魔女なの？え、だから蘇生1がどうのこうのって話、白を打つリスクがない、全然わかんないんだけど、ごめんね。で、俺が出なかった場合にさ、え、100% 相方で出るんですかって話。その潜伏おかしくない？そのムーブって。だって俺一番最後だよ。で結局何ヘイトが集まってる2番かばうんだ。2番も意味わかんないでしょ。7が一番白いと思ったんだけど俺の中で。で結局なんか感情量で多分2番いってるんだよね。うん、みんなからヘイト向けられて、7から特にヘイト向けられたから、え、どういう意味ですかみたいな。で2番が3番って俺盤面で整理するとやっぱ2、3って一番濃厚かなって俺も思っちゃうんだよね。2が3に出したらクロスされるでしょって思うんだけど、ちょっと待ってね。で逆に言えば俺が出ることによって3番って潜伏クロム出せるんだよね。メダルもったいねえな。俺もう1、2位が考えられないんだよな。あーでも2位時点で1かなって思うんだよな。1番さんの内容もよく分かんなかった。結局7は白に思っていったけど、それ以上のなんか盤面整理ができていない感じがした。で、あーそう、ここだけは分かるかな。俺が5に白打つリスクってあるんじゃないかなと思うんだけど、だって出てないんでしょ。でもし5番が占い師だった場合っていうのは俺破綻するわけじゃん。あ、でもう一つ言うと、そうなる場合っていうのが、ちょっと待ってね。5から始まったよね。わかんなくなっちゃった。いや、間違ってない、ね。やっぱ難しいな。魔術曲やったことないもんな。いや、でもやっぱなんか3が黒いよ。あの、ツリーちゃんに投票を始めてください。3、2が黒いよ。ありえん。オラじゃないべ。っていうか、6番さんもよくあのさ、6番さんがさ、あ、じゃあ3番もよく6番が悟空って言っただけで、魔女で5を生き返らせたって分かったね。2、4投票。5、4で2、2、3で4。あと全部バラバラか。のプレイヤーは発言してください。発言してください。バカたれバカたれ。あのね、今日俺釣りじゃねえんだよ。4番さん、そもそも。バカたれでもマジで。本当にその考察って何なんですかって話を。なぜ俺なの？全然わからない。6、7に関してなんでそんな話さないの？うん、7が白いって言うけど、7の白い理由何？6番さんの発言何もなかったけど、6番さんに対しての発言何もないよ。何？で、一番黒いって。っていうかさ、それ黒いっていう理由がわからないよね。3がさ、対抗なんでしょ？ 4 番さん目線っていうのは。3が対抗で、3番さんがさ、白いっていう、わざわざ相方に白っていうの？話になってくる。本当に。そこだよね、4番さんの偽要素。2か1にヘイトを向けてっていう。全然わからない。全然わからないんだよね。全くもって。その発言っていうのが。今日ね、絶対4釣りでお願いします。絶対ね、これは間違いなく。わけがわかんないの、考察は。本当に。7を白く見た理由っていうのは7が白だからなの？何その考察っていうところかな。あと、もういいや、もうめんどくさいから出る。自分がまあ釣られるよりはいい。俺今日は魔女なのね。で、初日髪がないんだよ。蘇生がないんだよ。蘇生がなかったです。それは言っておく。だから俺は絶対釣られない今日は。というところで今日は4番さん行ってください。それしかないね。4行くしかないです。もうこの村は。4番さんはもうしょうがない。死んだとしても、魔女を釣るって言ってしまって、ここで決戦投票になったから、隠し城の私っていうのは絶対釣られないから。4番のプレイヤーは、プレイヤーは発言してください。え、何？ 2 番さんってさ、なんでこの場面で魔女が出ないのってずっと言ってたくせに自分が魔女なの？それこそメリットないんだけど、わかってる。で、3番さんが、2番さんに白って言ったのって、それってメリットあるのって話だけど、2番さんって釣り値上がってたよね。71に関してが、2番さんがおかしいって言ってて、で、釣り値上がってたでしょ。だから3番さん回避するために白って言ったんじゃないのって思うんだけど。あ、で俺さっき言わなかったんだけど、2が今魔女って言ったでし
え、何対抗いんの？対抗いんだったらもう 2でしょ、普通に考えて。え、てかさ、普通にさ、縄が1個足りてる状況なんですよ。それだけわかるわ。それだったら別に占い師から行かなくてよくない？この場面で23が俺に入れてることが理解できないんだけど、それでわからないかなって思ったんだけど。で、俺が6に触れなかった理由、もしもだよ、これ言ったら逆に黒く見えるから言わなかったんだ、さっき。もしね、俺が5番に白出して5番が占い師だった場合ってのは、4、6だったら釣られるし、話。だから言わなかったの。逆に見えるから。だから触れなかったの。メリットな。あ、そう、じゃあいいよ、俺からでも。え、でも普通に考えてさ、1なお足りてるんでしょ？これ6人村じゃないんだから、6人は最初に占い師から行くんだろうけど、7人村でなおかつ、死んでないってことは普通に進行していいんだよね。グレーから吸って、その次の日に占い師ローラでも、足りるんだよね。占い師ローラ。ローラ、まあ、ごめん、あんまり理解できてないんだけど、1日目から占い師からするっていう流れの2、3おかしくないって思うんだけど、俺。で、あともう1個、3番さんって釣り位置言いましたかって話。僕は言いましたよ、2って。3番さん言いましたかって話です。以上です。投票を始めてください。いや、まあ2、3でいいと思うよ。ありえん。そう、しかもだって3番もあそこまでさ、きっちり考察ができる人だったら、今4番も言ってたけど、グレー釣りをちゃんと押すと思うんだよね。でも言ってこなかったよね。まあ、早く占い師を釣り殺したいっていう感じの人狼ムーブが若干あったような気が俺はする。4番、え、マジのプレイヤーが選ばれました。3、6、7で4、マジ4番のプレイヤーは、プレイヤーは発言してください。まあこの場面で7番のチャットで7番一瞬魔女なんかなと思ったけど、魔女対抗の CC を出てないから2番が魔女で確定なんですね。はい。マジメリットがない魔女だと思います。あの場面で魔女出ないのとか、ほざいて自分が魔女とかマジ勝てないの。自分が釣り位置に上がってること気づいてなかったんですか？ちゃんと聞いてます？考察。大丈夫ですか？あー、次の日3釣ってくださいね、とりあえず。マジで2魔女なのかな？あれでしょ。負けでしょ。普通に考えて。最初に真釣るとか終わってんな。2番終わってんな、論外。怒ってるー。でも4は確実に死んだと思うよ。いやー、俺普通にやっぱり未だに2、3黒っぽいんだけどな。6番ってか、なんかその3番がさ、6番が悟空って言ってるやつを、6番が魔女なんだなっていう風に判断して、じゃあ5を蘇生させたのね、あなたはっていう風に一発で結びつけたのってなかなかできないと思うんだけどな、それって。実際に噛んでたからじゃないかなって思うんだけど。で、2番曰く蘇生は使ってないってことは、ワンチャンここで蘇生されるかもしれないってことでしょ？でもこれで蘇生されなかったら、2魔女じゃないよね。どうなんだ？朝が来ました。どこが死ぬ？昨夜死んだのは2番。2番、マジ本当に魔女だったってこと？3番発言してください。5白、そうね。で、まあ占った理由に関しては、はい、うん、5、4の表がまとめて1に行ったから、うん、で4が2に行くって言ったから、ああ3かなと思って、であと白だし、うん、5占った、5白、はい。なんで3は、じゃあごめん、なんで2はね、6に毒もらわかったの？ 6 は、魔女として出てたんちゃうの？意味わからないけど、自分の、なんやろ、2周目の考察、魔女って意味なくなるよ。6が、なんか、暴走生やと思ったから、うん、ああいう考察をしてないけど、マジで意味わからん考察した女やん。ってところかな、はい。どんぐらい。うん、6が魔女って言い放ったらもちろん6いきます。5番。発言してください。あれなんだよな、その2番のやつは、っていうかその前に3番からも4番からも白もらってるから、一応俺は隠し色だな。で、あと2番のやつは一応本当に魔女でいいってことなのかな。俺はちょっとそこがまだよく分かってなくて、で、ちょっとそれ以降の3人にも一応そこはちょっとなんか一言意見もらいたいなってちょっと正直思ってて、6番のやつがさっき悟空って言ったじゃねえか。で、3番のやつはあれを完全に6番が魔女使用をしてオラを生き返らせたっていう風に判断してさっきの考察をしたっていうことだろ。だけど正直、まあオラ目線ってなんだけど、自分のこと言われてるのかもしんないけど、オラはあれで6番が自分が魔女使用してオラを生き返らせたっていう、そういう発言をしたっていう風には正直取れなかったんだ。で、それができるのってやっぱその実際に噛んでるからなんじゃねえかなってぶっちゃけ思っちまってる。とりあえず3番行った方がいいよな。何なんだろう、いやマジで。6番発言してください。いや、3番はなんで私を魔女と置いて考察を始めたの？私はそれが全く理解できなかったんだ。3が、なんで私を魔女と思ってんのって。蘇生、私どこ蘇生とかも言ってないしさ、なんかみんながスースースーとか言ってたからさ、ちょっと私も出さないといけないなと。だから悟空って5番を乗っ取ろうと思って悟空って言っただけだってさ、私の発言で私なんかどこを蘇生したとかって何も言ってないでしょ。
だから初日初め3入れたんだよ。そしたらさ、結局2が魔女修行して太鼓いないわけでしょ。そしたら4行こうよと思って。ただ気になるのは7番さんだよね。7番さんが2魔女ってチャット、まあチャットがどうかどう、うん、わかんないけどさ、とりあえず5番は隠しろね、今日は3行くけど、7の2魔女っていうチャットが気になっちゃってさっていうところぐらいかな。むずっ、3、6もあるな。のプレイヤーは発言してください。いや、2位魔女ってなるでしょ。だって6番さん悟空ってあの盤面で書いてたんだよ。魔女いませんかってスースーって進むだっていう使用してる中で、なんで悟空って書く必要があったの。悟空っていう発言って、うちら目線は6番さんが魔女で5番さん悟空を生き返らせたっていう意味の悟空だと捉えてよ。そうか、魔女対抗いなかったしね。7番もそう捉えたのか。なんで2番さんは潜伏したのかわけわかんない。で、僕はもう3進しか追えません。今回6いきます。3、1は全く追えません。3番がここで5番さんに白打つメリット全くないと思っている。3が5に白打つことによって隠しを作ることになるし、もし相方が中にいるだとしたら、そこで相方をわざわざ釣り位置に持っていく必要がないと思うし、どっか黒打てばいいと思っているから、3進はもう確定している。で、1番さんの投票先は僕なんだよね。1日目1番さんが人狼だった場合って、ここ絶対に3、4どちらか自分の相方が釣られないように対抗に対して票を入れる、もしくは2番さんが二番様女子をしたらないか、対抗に入れると思うんだよね。そこで僕入れっていう投票は人狼の行動じゃないと思うから、僕はもう一番様汁を聞いて、六番さんが三番に票を入れてるっていうところから、六四ラインが一番も濃いと思うし、六四ラインしか追えないと思うんで、僕は六番さんに入れたいと思います。以上。なるほど。1番のプレイヤーは発言してください。グレーから行こうって言ったのに、なんで占い師に手つけちゃったのか分かんないんだけど、なんで占い師を残したいっていうのが分かんないのかな。グレーから行こうって、その4番さんもさ、私だけなんだよそれ言ったのが、グレーから行くっていうの。もちろん私含めてだよ、グレーから行くっていう。それで私のことさ、時点で黒く見るってちょっとどうなのって思っちゃってるけど、だから昨日放棄した。だって占いからも私は行きたくないし、で2番さんが魔女でしょ、魔女対抗もなかったし、2番さんが魔女確定でしょ、で私どっちにも行けないと思って、決戦の時にね、うん、だから放棄しました。今日安定で3番さんなんじゃないんですか。3番さんじゃないですか。だって俺もそう思う。3番さんのこと信用できるあれもないし、4番さんの今日の占い結果も聞きたかったけどね、それで見えてくるものがあると思うから4番さんも残したかったんだけど、そう3番さんがなんで6番さんのこと魔女と思ってたから、まあ分かりっかって、私も分かんなかったもん、どういうことかなと思った。でもよ、2番さんが潜伏した意味がそういうことだったんだなと思って、神なしだったっていうのを言ってたから、うん、あ、そういうこと、それで魔女出なかったのかっていうのは納得した。今日3番さんじゃないんですか。7番さんってどうして今日3番さんじゃなくて6番さん行くの。3番さんのこと信用できないよ。で、私が7番さんに入れてるから狼じゃないか、ないと思うって言うけど、それ言ったらさ、7番さんもさ私に入れてるし、6番さんも3番さんに入れてるんだよ。だって6番さんって別に昨日票6336ラインだったとしたら、別に合わせればよくなかった、どっかに合わせればよくなかった。例えば4番さんは昨日2番さん行くって言ったじゃん。そしたら2番さんに合わせればよかったんじゃないかなと思うから、それ白要素に、私の白要素にはならないかなと思う。私今日3番さん行きます。以上です。投票を始めてください。それはとりあえず3番行くよ、行くよね。で、1番はめっちゃ白いよね。1番めっちゃ白い。でも6番と7番で比べたら6の方が黒い、初日からぶっちゃけね。でもなんか7番が急に今6番釣りに行こうって言い始めたのがよくわからん。プレイヤーが選ばれました。7、3で6、7、3で6。なるほど。3番。なるほどな。のプレイヤーは発言してください。いや6番に言うけど、いやそんな意味わからんチャットすんね。人のチャットに、とやかく、言うんやったら意味わからんチャットすんね。あの盤面を見ても6が魔女で5祖先って言うてるように聞こえる発言やったやろ。7が7の色知らんで、ね、自分は7の色知らんけど、1番まともこの中で、うん、普通のこと言ってる。7番が、6番は意味わからん、終わってるマジで、うん、どう見てもそうやったやろ。魔女全員住むらって言ってんやから、で6が意味わからんチャットしてるからやろ。お前のせいやんそれ。もうわけわからんね、怒ってる。もう6死んでくるマジで。夜が来ました。死んでいく人全員怒ってる村だなこれな。4番も死んで怒ってたしな、2番もちょっと怒ってたしな、全員怒ってたな。どこだろうね。なんかでも1番は一番白いよね。1番さんは初週からすごい白かった。で、今の発言も4番に対しての発言もすごく普通だった。だから多分1は白だと思う。で、1がこれで狼だったらめっちゃ怖いと思う。
で6番と7番で見たときに、6番は初週からなんかあったけどさ、そのなんか悟空の後に発言するのはちょっとこれ大変だよみたいなのあったけど、俺ああいう発言ってさ結構オオカミするんだよね、結構ね、あんまり発言しなくてよくなるじゃんそうしたらっていう感じがある、正直。だから6番はちょっと黒いなって思ってる。だけど7番のやつのさっきの判断はよくわからない、6番に行きたいっていうの。占い師でよくね。朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。 おっと5番のプレイヤーは発言してください。まあそういうことだよな、それは噛まねえよな。そうだな。で俺は一応初週もそうだし、2日目もそうなんだけど、1番をものすごく白く見てる。でさっきの発言もすごいなんかよくわかったし、初週とりあえずグレー生きてって話とか、占い師は行きたくなかったから放棄したって話とか、グレー詰めよって自分が最初に言ったのに、自分疑うのかよ4番さんみたいな、そういうのもすごくなんかなんて言うんだろう、その村っぽい要素だなと俺は思ってるから、1番はとりあえず疑ってね。で67で見た時、67で見た時にさっきの7番の判断はちょっとよく分かんなかったっていうのはある。でもう一つ6番も1周目からオラの後だから発言しにくいんだよな、はーはーみたいな、ああいうの結構やっぱ人狼のやつとかってやりがちだし、ぶっちゃけどっちなんだろうなって思ってるところがある。どっちかっていうと今オラは6番に傾いてる。喉6番発言してください。発言してください。いやそれお前の後に喋るってどんだけお前こっちが気に使うか。ごめんな、あごめんな。結局7-1精査でしょ、3、4、ロー、どっちがローか分かんないけど、3、7、ロー、ロー、3、7、ロー、ローであんな簡単に6、釣り押すかねって感じなんですよね。そんな行き急ぐかってとこ。ただ1番の発言聞いて、1が狼、1、4、ロー、ロー、まあ1、4、ロー、ローは全然あるのか、1、4、ロー、ローで、でも1、4、ロー、ローだったら普通に、じゃあ6釣っときましょうでいいのか。6釣って終わらなくて、残り一路を見つけられる。一四あるのか。いやー、わかんねえな。7番が狼にしては脱すぎるかなと私は思ってるから、一の方がどっちかと言ったら怪しいかなと思ってる。なるほどね。七番。そういう考察になるわけか。のプレイヤーは発言してください。6の考察はよくわからないけど、僕は6番にしか入れないよ。だって6という6用ラインしかないもん。もうラインが。で1番さん、僕6、3ラインなんて言ってないよ。6、4ラインだから6番さんの3投票普通じゃない。6、4だからこそ3番さん太鼓へ出てる新占い釣りたいから3投票なんじゃないの、6番さんはって思うけどね。でだって3番さんって明らかに死んでしょ、あの場面で。3番さんが5番に白角作る必要性人狼であるの、まあ、ないな。わざわざだってあそこで極露とか打っとけば自分釣られたとしても5番さんの儀がかなり高まる盤面、しかも4分の1盤面 4択になる盤面でしょ。なんでわざわざ3番さんが人狼でわざわざ相方の首絞めるような行動を取る必要があるの。あそこは安定進行って言わないよ。明らかに3番さんの芯が高い盤面で3番さんをするのは安定進行とは言わない。結局3択になってるからね。明らかにもうあそこ3番さん芯だったから6番さん詰めて最後それで終わらなかったのはナイスセンスでよかったんじゃないの、1番さんって思ったけどね。なるほどな。どこが安定進行だったの。明らかにあそこもう3番さん芯しか追えないでしょ、あの盤面。まあ、こうしろ、うん、まあ、だから逆になんで村がそこで3番さんの儀どこの要素から拾って追ってるのかが全く分かんないんだけど、なんか怪しい。なんで3番さんがわざわざ人狼で5番さんに白角って白角作ってわざわざさ相方の首絞めるような行動を取る必要があるの。明らかに6、4ラインしか追えないんだけど。若干落としたら1番さんがそこで3番さん釣り押した新占い師を釣り押したのが1番さんの黒要素になるけど、だとしたら1番さんって1巡目の投票をわざわざグレー1投票にとか言う必要がないと思うけど、しかも投票明らかに相方に4番さんが釣り押される可能性、4番さんがそれ釣り必要がないと思うから僕は6に入れます。どうなんだろうな。でも3シーンは俺嫌なんだけど。3番さんのシーン確定できるようなあれなくない、なくない。だって7番さんだって最初3番さんじゃなくて4番さんの方がシーンっぽいって言ってたよ、1日目の2週目で。何で6番さんは確かで7番さんは6番さんか。そうなんだよね。ちょっと待ってよ。37ロール安直か、6番さん。安直？だって投票結果から見てさ、37ロール6番さん目線だったら終えるんじゃないの？だってこれ。安直なの？だって、昨日占い師から行けばよくない？
3番さんだったからな、そこなんだよね。なんか6番さん急に、それで急にでもないけど私の方が怪しいんだ。だって37ロール全然超えるじゃん、この投票結果。せやな。それで私なんだ、安直すぎるから。それってどういうこと、7番さんへのすり寄りなの。どういうことなんだろう。だからその6番さんそれでも意味わかんないし。いやむずい。まあでも6かな、うん、だから正直それで6番さんのその発言が意味わからなすぎて、7番さんのその37ロールかなって思ってたんだけど、投票結果から今ので6番さんかなって思ってきちゃったよ私。むずいね。ちょっと待って、6番さん本当はな、忍びねえんだけど、入れたくねえんだよ6番に。俺は6番さんいきます。はい、理由は以上です。もう行くしかないね。これはもう外れたら仕方ない。オラじゃないべ。外れたら仕方ない。7番がうまかったってことにしかならん。でも6だと思うけどな、多分6だと思う。で、俺6にずっと魔女つけてるわ。6番のプレイヤーが選ばれました。終わるか、ゲーム終了。おー、4、6じゃん。はい、ということで結果3、6ではなく4、6と。いやー難しかったな、難しかった。でもなんか占い師、新占い師を見つけるための考察はすごく勉強になったような気がします。ということで今回も最後まで見てくれてどうもありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた。